皆さんに報告があります。12月はマリオメーカーの実況を毎日投稿します。もちろん RTA の配信も頑張るんで、よかったらチャンネル登録よろしくお願いします。ねえ、ゴールバーが埋まってんだけど。あ、わかった、真ん中の大きい子を踏めばいいんじゃね。多分届くでしょう。はいはいはい。で、あばあばあば、結構ギリ。いやー、わかった、助走ない方がいける説。は、やっぱ助走をつけて真ん中の子を踏む。おおおおえ、だるま倒しかよ。ルン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 パー。あ、行けちゃった。行っちゃった。ナイス。おー、以前遊んだムササビコースがバージョンアップして帰ってきたっぽいな。じゃあ今回も遊ばせていただきます。お、12月っぽくていいね。寒そう、めっちゃ寒そう。サムシングエルス。前回と同じように砲台に貼り付けば作動するんだよね。はい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 。まあこれがチュートリアルというわけで、じゃあ本編始めていきましょう。この振り子に貼り付いて飛び移って砲台に貼り付く。で、おバカさん、砲台からジャンプして張り付く。オッケーオッケー。で、振って飛んで対空して張り付く。オッケーオッケー。飛んで対空して張り付く。ね、マジ楽しい、マジ楽しい、ね、マジ楽しい、本当に。もうムササビマジ楽しい、本当に最高。で、飛んで張り付いて、ここも振って対空。対空、危ない危ない危ない、飛んで、オッケー、危ないよ危ないよ、オッケー、いいぞいいぞ。で、こっちか、あー、反転する反転する。で、張り付いてまた振って、あー、このドシオくんを誘導して、で、飛んで、で、なんだ、上か上か上か、上だ上だ、オッケー、ドア入っていく入っていく。中間ナイス、ありがとうございます。さあ張り付いて、さあガンガン行こう、ガンガン行こう、危ない。さあグワッとグワッとグワッと、ぐわっとトゲゾウくんが、う、貫通した。あ、終わった終わった、わたけわたけだ、わたけすけ。ジングルベンジングルベン、鈴が鳴る、今日は楽しいクリスマス。ヘイ、ジングルベンジングルベン、鈴が鳴る。ここはスッと落ちて、スッと上がって、で、スッと飛んで、スッと上がって、スッと行って、ぐるんと行って、張り付く。オッケーオッケーオッケー。飛んで張り付いて飛んで、オッケーオッケーオッケー。これ中間でしょ、これ中間あるんじゃない。中間ありがとうありがとう、中間ありがとうありがとう。さて、3番目のコースなんだが、なんだこれは、どうすんの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 。赤コイン取って、赤コイン取って、あ、なんだこれは、なんだこれは、いける、いけちゃういけちゃうけいけちゃうけいけないけ。多分これ赤コインが取っていかないとまずいと思うんで、しっかり取っていきます。さあ、ここは張り付いて反転して、で、飛んでいくっていう、そういう感じのところなのね。これ系はね、前回のムササビコースやったんで結構得意ですよ。さあ、これは間に合うのか間に合うのか間に合うのか間に合わない、まだいけるか、赤コイン取って、あ、ダメだった。あ、でもなんか、ちゃんと最後までムササビをキープしないとダメっぽいな。飛んで、張り付く、ふわっと行って、飛んで、ジャンプ、ジャンプで、張り付く、いいぞ。飛んで、ふわっと行って、張り付く、飛んで、飛んで、飛んで、張り付いて、で、反転して、飛んで、上がる、オッケー、オッケー。さすがにこれゴールでしょ。さすがにゴールでしょ。ありがとう、いや、最高に面白かった。もう最高に面白かった、マジで。もうムササビ最高に面白いよ、マジで。もうみんなね、こういうコースガンガン作って。ザ・マンション・オブ・ウォール・ジャンプス。壁ジャンプコースだね。前にも言ったんだけども、あんま壁ジャンプコースって得意じゃないんだよね。結構壁ジャンプって癖があるじゃん。なかなかね、マリワとかマリオ3に慣れてると、この壁ジャンプが結構難しい。んだよね。壁ジャンプ？あははは。これ結構難しいな。なんだろう、なんかコインとか壁ジャンプする青いブロックもあるから、結構見た目通りに行けば簡単に行けるんじゃない。これは壁ジャンプコースの概念を超えた壁ジャンプコースだ、これは。ういよいや、ドッスンオンザパックンオンザクリボーね。オッケーオッケー。こんなのに引っかかる僕ではございません。見た目通りに進んでいけばいいんでね。
おっと、落ちていく、落ちていく、あ、待って、間に合わないんじゃない、間に合わなかった。ここは急いで行こう、急いでジャンプ、急いでジャンプ、急いでジャンプ。お、中間ありがとう、ありがとう中間。喜びのしゃがみ連打。さあ飛び移って壁キックして、もう危ない危ない。ほっ、待って待って、お前を踏んで、お前を踏んで、オンザチョロプ踏んで、オンザクリボ踏んで、壁ジャンプからの、お前をチョロプ、お前をチョロプ、アンパン食べたい。なんかマリオメーカーの上手い人って、こう空中のクルーンをほんとうまく使うんだよね。だからさ、僕もこう空中のクルーンをうまく使うと、あの上手い人のようなプレイができるんではなかろうかという感じで、ここを突破して、あっと届かなかった。知らぬ間に、マリオが死んでた。コッコ、コッコ、イン攻めて、カブジャンプ、Z ね。はい、はい、OK、OK。うわ、むずい、むずい、むずい。飛んで、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 OK、入っていく、入っていく、入っていく。何？あ、中間ありがとう。ああ、ああ。まるで初見殺しのバーゲンセールだな。お前踏んで、あ、踏んでいけるのね。プロペラ、上がって。なんだこれは、なんだこれは、あ、被弾して強引に進んでいく。とん、え、え、えー、今針乗った、マジで。ヒップ、いやもうだからさ、もう針乗るなって。いやもうだからさ、もう針乗るなって。真ん中でヒップ、オッケー。なぜこんな簡単なことができなかった。さあ右に、あ、来た来た、う、う、オッケー。なんだこっち、う、まだいける、まだ助かる、ほら助かる、え、全然あ、あ、多分これキラーを生かすんだな。マリオは、マリオはジ、もう神様、一生のお願い、このコースをクリアさせてください、一生のお願い、一生のお願い、神様、一生のお願いだから、このコースをクリアさせてください。パウ、どこに入る、オッケーオッケー、神様、神様、あ、神様、一生のお願いやった。一生のお願い使っちゃったよ、 RTA のせっかく力の前に。あー、クリアした、大変だったこのコース、マジで。みんなチャンネル登録よろしくね。